ね、大久保君にね、すごい悪いことされた。俺、大学の監督で、俺たちの時代は、しごきの監督だった。いつも小山先生が、そういうのな、お前な、厳しく言うけどな、いつも先生に怒られてた。お前は中学生だろ。俺、小山先生のところでまだ3段か4段ぐらい。でも指導官作ってね、この帯をね、40何年間、お前にちゃんと渡すから、指導官は永久不滅になるからね。俺たちの時代は、地獄の時代でね、空手の練習終わった後に、それから大変だった。先輩のとこ行って、掃除したり、肩揉んだり、いろんなことやらされた。大学の空手部、大体100人ぐらい入ってくるんですよ。終わるとも半分、終わると半分。4年まで持つのは10人ない。でそこで、城西大学で自分が空手部作った時に、大山、アメリカで亡くなった大山シグルシアンと、足荒氏が来てくれた。でその前に黒崎先生と大山先生も来てくれた。で大学の空手部はね、もう昔は俺の空手は時代遅れ。これからはね、もう楽しい空手やらないと良くないなと。今、大久保君年分見てね、大久保君よくな、ここまでついてきたなと思いました。大山先生も亡くなって、梶原先生も亡くなって、近くの広告実況お参り行ったんですけども、やはりあの育ててくれた恩師と恩人を大事にして、この仲の良かった時の石をね、僕は刻んで作ってるんですよ、伊豆の道場に。で小山先生の奥さんから、そういうのさ、みんなにこれ骨あげてって、今日キコちゃん来る予定だったけど、今日キコちゃん来てる、来てる、キコちゃんどこだ、いなくなっちゃったから。まあキコちゃんわがままだけど、やっぱり先生の娘だから、緑しちゃうのもな、ちょっと面白くないかもしれないけど、あの大事にしてやってください。おっす、失礼します。Yeah!
ありがとうございます。